皆さんこんにちは、ずちゃんです。あったんです。今日元が見てくれてありがとうございます。大家有发现两个人换沙发了吗？イエーイイエーイこのソファはね、すごい広いんですよ、前のソファより。これ173センチなんですけど、足伸ばして寝れるんですよ。そしてここ取ったら2人とも寝ることができます。本当にベッド的なやつね。いい買い物したなぁとは思います。はい、新居に引っ越ししてきてもうすぐ半年ぐらいになります。あ、もうそんぐらい経つか。早いね。時間経つのがめちゃくちゃ早いです。まあもう毎日毎日もう楽しくて幸せでしょうがないです。本当それでもね、住んでてね思ったことがいろいろあるんですよ。それをね、今回は場所別ごとに皆さんに説明していこうかなと思います。いろいろ人によってライフスタイルって異なるじゃないですか。実際ね、僕とルーちゃんが思ってることなんで、他の人から見たら、あ、これ使えそうじゃんっていうのも多分あると思うんですよ。今回の動画はね、僕とルーちゃんの見た視点からお話しさせていただきます。参考してみてください今回はですね、お風呂とトイレとキッチンと全体の4つ分けに話したいと思います。いろいろまとめました。イエーイ。首先第一站是我们的浴室。まずお風呂のいいとこ一つ目。何でしょう。浴槽が深い。ほら見てください。2人も入れます。前の家だったら結構浅かったんですけど、今回の家はね、下にこう切り抜かれてる感じで、すごいね、入ってね、肩まで浸かることができるんですよね。すごく気持ちよくお風呂入ることができます。そう、しかもここの浴槽がすごいね、断熱効果があって、なかなかね、温度が下がらない設定になってるんですよね。毎日の入浴時間が楽しいです。そう、しかも結構俺朝シャワー多かったんですけど、夜結構入るようになったりとかして、もう結構お風呂時間伸びましたね。そこは結構前の家と比べて変わったなぁと思います。然后文章还有一点要跟大家分享。ちょっと上がってるんですよ、ここ。それによってこの頭を置くところがねあるんですよ。これめちゃめちゃ良くて、運転は一人でお風呂入ってる時考え事することが多いんですよ。ここに置いて上を見ながら音楽聴きながら考え事をすることが多いですね。我跟文章其实之前还在烦恼说浴室要不要装一个电视，这样子泡澡的时候比较不会无聊。但是呢，实际进来之后发现他们也都可以靠头的，泡澡的时候就可以很放松心情，好好想事情。想说电视其实也没那么需要，所以我是觉得蛮庆幸我们两个没有装电视的。二つ目いきます。手すりです。今若いからあまり使わないんですけど、結構年になっていくときにやっぱお風呂入るときって足元滑りやすいじゃないですか。だから掴むとこって絶対必要なんですよ。お風呂場には手すりが2箇所もついてて、じゃあちょっと演技しますね。こうね、なるわけじゃないですか。ちょっと怖ちゃん。で、ここにまず1個あるんで、ここに置けますよね。で、お風呂入るときにこの左手でこう持つ。そうすることによってこういう風にね、入ることができるんですよ。到底是多老都要泡澡啦。しかも特に足元滑りやすいじゃないですか、濡れてると。こういった設計はすごいいいなと思いました。好了，第三点是它的镜子超级大片的。大大片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 じゃないね、大片。これいいと思ったのがさ、ここでもなんか髪の状態わかるし、例えばね、子供ができた時とか子供とね、ここで会話することもできるでしょう。あー、確かに、ね、こっちで書いて当てて、お父さんもこっちで書いて何か書いて当ててみたいな絵描きゲームとかもできるわけですよ。第四点是他们门这里的挂毛巾的非常的方便。まあ今まで借りてた賃貸の中でこういうのなかったんですけど、結構ね、タオルの置き場所って悩んでたんですよ。で、なんか適当にね、こういうところとか置いてたんですけど、こうかけてあるとね、みんながここ使えるんでめっちゃいいなと思います。たまにルーちゃんとか畳むの苦手な人がそのままバサッてやっちゃうと、この下にね絡まって閉まらないこととかがちょくちょくあるんで、また適当にやっちゃうとこういうちょっとこうなってドアが閉めれないこともあるので気をつけないです。それは僕ないんですけどね5つ目は床です。すごいね、乾きも早くて掃除がね不要なんですよ。而且因为它材質的关系呢，这个地板真的非常不容易脏。之前家都很容易有水垢什么，这个地板真的完全不会，几乎是完全不用打扫的。我们两个真的觉得非常的方便。軽くは掃除してきましたけど、結構ゴシゴシとか一回もしたことないんですけど、それはもうやっぱりね、乾きが早いから。これは本当住まないとわからない。ほら、ちょっとザラザラしてるんですよ。それがまた多分ね、水の流れを良くしてスムーズに行くように多分設計されてると思うんですけど、しかも滑りにくいんですよ。そうそう、結構安全な、好きです。色も綺麗だし。そうだ、あともう一つね、この風呂場でいいなと思ったのがここなんですよ。
この網網がついてて、髪がね下にあまり流れないようにここに止まるようになるんですよ。こういう風にね指でこうやって取ることが可能なんで、すごいこれもね掃除しやすいなと思った。そしたらいいところ6個目です。今これ流してる状態です。で押しますとほら止まります。お風呂の悪い点を2つまとめたんですけど、悪いというか自分たちに合わないな、また不便だなという感じなんですけど、そう、まず1つ目がね、ガスがすごく遅いんですよ。このねマンション自体がエコのガスを使ってるんですよね。電源つけるとエコマークがつくんですよ。そのエコマークがついてるんで遅いのかなとちょっと思ってるんですよ。2つ目、浴室暖房は使わないです。そう、昔友達の家1回行って浴室暖房使ってて、もうめちゃくちゃ暖かくて気持ちよかったんですよ。そこからもし自分の家を持つと絶対浴室暖房が必要みたいな考え方だったんですけど、うちの今住んでる浴室は浴室暖房あるんですけど、使うとすごく風が来て目がもうほんのがすごく乾燥して結局使わないんです。まあ実際ね、干すとか雨の日に外で干せないとか、そういう時に結構使えるかなと思うんですよ。結構うちは洗濯機に任しちゃってるんでそこはね使わないんですよ。次はトイレのいいところは2つあります。まず1つ目、これです。自動開閉ってめちゃめちゃ便利だなと思ったんですよね。自動洗浄もすることができます。現在日本の家里应该都有这个标准配备。いいとこ2つ目はですね、タンクレスでスッキリ。ここはないことによってすごいねデザイン的にオシャレになるんですよ。那我们觉得不好的点，自动洗浄にしてる人にしかわからないと思うんですけど、座ったところから座ってないところに変わるときにセンサーが反応して流れてくるんですよ。このうちのセンサーって右のねお尻の部分にあるんですよ。ちょっと汚い話になるんですけど、センサーが外れてお尻を拭いてるときに流れちゃうんですよ。然后接下来是我们家的厨房。首先是厨房好的第一点。こちらです。ドゥドゥン、ディスポーザー。前の家とか全然なかったんですけど、実際あるとめちゃくちゃ便利で、生ゴミの処理をしてくれるんですよ。歯で噛める分はもう全部ディスポーザーで砕けますと。で、あと卵の殻とかもいけますって言われたんで、ピッてやってオンにしますよね。そしたら勝手に回ってくれて、全部ね粉砕して下にね流してくれるんですよ。それをやることによって家もすごく綺麗だし、なんか嫌な匂いもしなくなりましたね。そうそう、本当ね、ディスポーザーめちゃくちゃ使ってます。那第二个我们觉得好的是净水器。このレバーを引きますと浄水モードにすることができて、浄水のね水が流れるんですよね。全部水選べることができます。最初はシャワーと原水と次は浄水です。あとね伸びます。洗いやすいですね、水槽を。これいいよね。那接下来是不好的点，不好的点只有一个，就是洗碗机。等等，我们。大丈夫？一开始呢，我们两个看到洗碗机的时候，真的超兴奋，想说我们两个一定要一直用洗碗机。结果真的呢，实际搬进来之后，我们两个几乎没有在用洗碗机的。三人家族、四人家族とかになって食器が増えたら、多分めちゃめちゃ使えるんだと思うんですけど、二人暮らしの時とか全然ね使わないです。この食洗機使う前にある程度ね綺麗にしないと食洗機の中に入れちゃいけないんですよ。なんでその洗う時に。運搬はもう全部洗っちゃった方が早いんじゃないかと思って、ちょっとお椀が偏ると水が溜まっちゃうんですよ。結局自分で拭かないといけないっていうのは、自分でやっちゃった方が早いんじゃないかっていう説が出て、私と運搬は今まだそんな使ってないです。まあ子供ができたらいっぱい使おうね。好，那跟大家讲完了厕所、浴室跟厨房呢，接下来跟大家讲一下我们这整个家我们两个感觉到的好的点跟不好的点。那好的点的第一个就是它的防音效果超级好。マンションなので隣の人の声とか結構気になる方が多いと思うんですけれども、うちのマンションは本当全く聞こえないんです。本当に隣に人がいるのかって思うぐらいっていうことは、うちらの声も全く届いてないってことなので、結構ねすごいと思う。引っ越しする前に別に防音効果を求めてるわけでもなかったので2人で、でも実際に入ってここ防音効果めっちゃいいじゃんって当たりな感じになりましたね。もし子供ができたら子供と騒いだりとかして、それも安心できるなとは思ってます。
まあまあ騒ぎすぎには注意ですけどね。騒がないから大丈夫。2つ目、断熱性能がとってもいいです。本当にね、気温の変化がないんですよこの部屋って。そう、出たわ。あれ、なんか外はこんな感じなんだってよく話します。携帯アプリの、 天気を見てから外に出るようにしてるんですよ。もう本当見ないと分かんないんですよ。外に出る窓がね、すごいね分厚いんですよ、うちのって。そこでね、多分防音と防熱をしっかりしてくれてるんだなと思います。運転ね、いろいろここの設計書とか見て、あ、ちゃんとしてるなと思ってちゃんと買ったんですよ。それでもやっぱりね、優れてるっていうのは住んでみてやっと実感できたんで。3つ目、収納がとっても多いです。まあうちね、結構部屋数も多いところ買ったんですけど、それに対応してめちゃめちゃね収納も多いんですよ。子供が2人3人来ても全然ね収納が足りるような設計になってるのはとてもいいなと思いました。子供とかでさ、ママこれ買って、パパこれ買ってほしいとか言ってね、どん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 物が増えていくんですよね。それをね、対応できる収納力がいいと思います。それは親に変えないと。次は悪い点です。やばいねこれは。なしです。これから時間が長くなると、なんか増えてくると思うんですけど、うん、なんか今はもうほんと全体的に悪さ、悪いところなしです。うん、全然なくていいとこばっかり出てきてね。住むところでやっぱり人によってちょっと違う感想は出てくるんですけれども、あくまでうちの感想で。俺ね、あと思い出したけど、床下暖房めちゃめちゃ憧れてたんですよ昔。なんかかっこいいじゃないですか、床がポカポカして。実際ね、このマンションに暮らして多分最初の試しで1回しか使ってないんですよね。この楽天で買ったものをまだ使っているので、床暖房なんかいらないんですよね。そう、これね、あったかくて、しかも歩くたびに綺麗になるし、しかもね、歩く音うるさくないので、他のね、住民にも迷惑絶対かけないと思うので、めちゃめちゃいいと思いました。好的，谢谢大家来看我们今天这一支影片。这次影片完全是我们两个人的感想。那可能之后要住久一点，可能住个2年、5年、10年，那个心情又不一样了。到时候呢，有机会再跟大家分享。下次影片再见，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。